はい、そうですね。まあなかなかこう相性的にはこうあまり自分たちがいい相性ではないチームに対して、まあ、こうやってしっかり固く最後守れたっていうところはプラスになるかなというふうに思いますし、その、まあ、やり続けることの大切さって今日すごい出たなって、今日まあ第1クォーター26点取られたんですけど、とはいえやっぱり重量級のビッグマンたちもこの自分たちよりもスピードの速い外国人に対してもう本当にこうなんですかね、足使って守ってるところなんかやっぱり今日はすごい気合入ってるな、それをまあ26点取られちゃって、うん、まあ、頑張ってるのにちょっと もったいないなっていう、まあそれは何かって言ったらオフェンス終わり方が悪かった、ミドレンジジャンパー、変なミドレンジジャンパーやっぱ3本4本ぐらい打ったり、ターンオーバーもやっぱり今日は多かったんで前半で、まあ後半それが、ターンオーバーゼロなんかな、これちょっと分からないんですけど、この前半のスタッツでターンオーバー8 で後半のスタッツターンオーバー8で、ただポイントフロムターンオーバー13から15になってる、これ何やろうと思ってちょっとなんか分からないですけど、ただまあ、タンバー減って結局走られなかったっていうところがまず1点と、うん、いいシュートを打っては追われたっていうところが、まあ後半良くなったところかなっていうふうに思うので、やっぱり結局こういう走るチームに対して、ね、やっぱいいシュートを打って終わるっていうところっていうのは、まあ、やり続けないといけないなっていうふうに思います。まあ、今日ディフェンスのところもハーフコートも本当に選手はよく頑張ってくれて、まあね、僕らがちゃんと追いかけきれたから、結局あっち側の、ね、ビッグマンたちもかなり疲弊してましたし、特にオブライアント選手なんかやっぱりかなり疲弊して、最後シュートパーセンテージかなり落ちて、で逆にそこ出てきた時はそこ攻めてサイドピックで今村クーリーのところでいい時間帯とかできたんで、まあ今日はもうそのゲームを勝つっていう意味でそのゲームの中でアジャストしながらファインドウェイしながらちゃんとゲームに勝てたんじゃないかなというふうに思うんで、まあ本当にこうさ、ね、まあ今日も言うんですけど、その昇格争い、残留争いをしてるチームとは違うっていうのをもう本当に伝えてほしいです。マジで伝えてほしい。そんなに弱くないし、強いチームです。はい、で、まあね、今までもアルバルクさんと延長に行ってたり川崎さんに勝ってたりっていうのはやっぱりあるんで、ここ最近ゲームで、まあ、そういうところ見てもそんな簡単に勝てるチームではないんで、まあ、それに対して しっかりこう我慢しながら今日2試合目取れたっていうのは、まあ、チームとして成長できたところじゃないかなというふうに思ってます。はい、お疲れ様でした。はい、トーパンサービスです。今ターンオーバーが減って、はい、やっぱ速い相手に対して良かったということで、はい、そういえば牧選手は最近クロージングでも出てて、今日もターンオーバーゼロで非常に安定感がまた増してきたりするんですけど、はい、彼の評価だったり、まあ、起用法についてはどんなふうに考えますか？はい、そうですね、やっぱり状況判断が一番いいっていうところですよね。で、まあ、シュート力、ね、ある選手他にもいたりしますし、ディフェンス力ある選手いるんですけど、やっぱりね、勝負どころで何取るか、シュート取るのか、ディフェンス取るのか、条件判断取るのかっていうところで、まあ、今僕のその何ていうかこう牧のこのコンディションを見てても今いい感じになってきてるんで、今牧、まあ、が最後を締めくくるには一番いいのかなっていうふうに思ってて、まあ牧がいることによって龍一も攻めやすくなるし、今村も攻めやすくなるんで、まあ、バランサーとしてしっかり何ですかね、オフェンスのところはやってくれるし、まあ、ディフェンスのところもやっぱり効くんで、はい、まあ、マキ今いいんじゃないかなっていう思って結局プラスマイナス出てますよね、今日もプラス14で、はい、マキ何もしてない、僕なんですかってなんか喋る、僕なんですかって言ってたけど、まあやっぱり僕はマキ出てる時間リズムが一番良かったと思ってるんで、僕ですよっていう話だったと思います。はい、今こうやって
ちょっとこれ課題の部分ですけど、あの最初はミッドレンジジャンパーが多かったって話で、はい、やっぱロー選手とかちょっと各選手もあったかな、はい、そのあたりかなと思うんですけど、やっぱそのロー選手のその状況判断の部分で、なんか彼とどんな今、うん、なんかコミュニケーションっていうんですかね、うん、まあ、まあ、その全てね、ノーじゃないんですよね。結局コンテストされてるミッドレンジ2って欲しくないし、でやっぱりこうオーバーヘルプ、今日のチームはオーバーヘルプ来るチームなんですよ。であったら、じゃあそれに対してやっぱボール散らしてそのセカンドアクションに入ろうって言ってて、やっぱりそれがまあ、できてなかった。でただまあ今日に関しては正直、まあ、ローっていうよりも僕はアレックス、AD、ジャックの3本とあと今村かな、今村のジャンパーかな、ミドレンジ、まあ、ここの3個が10秒ぐらいまだあるのに打ってるから、もう一個これアクション入れるよね、セカンドアクション、サードアクションでも全然入れるのに、やっぱりそこをコンテスト2打ちに行ってるっていうのがやっぱり、うん、違うよねっていうふうに、はい、思ってます。まあ、この名前ね、名前挙げてちょっとかわいそうですけど、ただチームとして多かったっていうの でかその僕ら やらしたいですよね、そういう相手に。でもそれ僕らにやったらダメよねっていう話で、うん、まあもう現代バスケットで当たり前の話なんですけど、それやっちゃってるっていうところは、まあ、スマートに前半はプレーできてなかったよねっていうオフェンスで、はい、また試合中に改善できたっていうのは、まあ、ハーフですね、うん、ハーフでもうちょっとここちゃんとしようぜっていうところ で、まあ、あとはサイドピックが効いてたんで、もうちょっとサイドピックからそのコンテストされなかったらいいんですよ言うたらいいシュートやったら全然いいけどっていう話で、リズムショット、うん、リズムショットは全然打ちに行けてたんで、まあ、龍一と、龍一はサイドピック効いてたんですよ。龍一とジャックのサイドピックが効いてて、最初は。で、そこでオブライアンとやっぱつけれてなかったので、オブライアンと攻めようって、オブライアンと攻めて。で、まあ、ちょっと、間はちょっとふわっとやってたんですけど、まあ、最後もう一回、サイドピックももうちょっと使おうぜと、オブライアンとサイドピック使おうぜっていうところで、そこで、今村かな、今村にオブライアン。いいパス出て、でそこアタックできたんで、まあ、その結局ボール落とせ出すというか、リズムショット打て出すと、やっぱり自分たちも結局いいリズムでバスケットできるし、ね、シュートが落ちたとしても、まあ、ディフェンスやりやすいなっていうのがあるんで、まあ、後半はちゃんとみんながこう、なんていうんだろう、自制心なんだな、こうね、ね、まあ自己犠牲ですよね、結局、うん、結局自己犠牲でこれが成り立つから、やっぱりこういうところって大事で、まあ、こういう勝ち方したらまあプラスになるかなっていう。そうですね、2日間ともやっぱり茨城さん攻撃力があるチームで、特にやっぱ外国籍選手のところのアドバン、向こうの得意とするところっていうのはすごく強かったなというふうに思いますし、まあ、その難しい展開の中勝ち切れたことは良かったんじゃないかなというふうに思います。お疲れ様でした。通販のハミネです。天皇杯の時にこのきつい時にこそ冷静になるっていうのは大事ということを話してらっしゃって、まあ、まさに今日は後半ターンオーバーがチームとして減って、スリーポイントに対してもすごいディフェンス良くなったんですけど、何か試合の中で修正する時に何か意識しているところってありますか？やっぱ流れがあると思うと、やっぱ千葉、今日の茨城さんもそうですし、千葉さんもペースがやっぱ早いので、一旦落ち着けるとこはペースを落とさなきゃいけないところってあると思うんです。絶対向こうのペースにかき乱されて向こうのペースに持っていってしまうと、そのまま相手のシュートが入ってなくても向こうのリズムでこう試合が進んでいく場面があると思うので、まあ、そういったところでペースを落とすところと上げて自分たちのペースに持っていくところっていうのは出てる時は意識してます。さっき小木さんが、牧さん外国人選手とコミュニケーション取るのがうまいとおっしゃってて、なんか語学力なのかどんなとこがあるのか、ご自身としては何かありますか？意識していること。まあ、外国籍選手っていうところに問わず、やっぱりみんな僕なんかには持ってない素晴らしい能力を持った選手がいっぱいいると思うので、その分ちょっと一歩引いた目で、見れるところが自分に求められている点なのかなと思っているので、まあ、そこは細かくハードルを組んだり、彼らとコミュニケーションを取ってどういったものを求めているのかっていうのをすり合わせることは意識しています。
まあ、結構コンディションが今良くなってきてるっていうのは何か習慣の変化とか何かあるんですか？ステーキ、食べ物とか。いや、それは、まあ、ずっと気をつけてるんですけど、マイブームでいくと、最近血液型ダイエットみたいな、なんか僕もいろいろやってるあれなんですけど、なんか僕 A 型なんですけど、 A 型に合う食材、合わない食材みたいなの見て結構当たってるなって思って、みんなに血液型聞いてって、この人は何型何型っていうので、確かにって納得してちょっと信じてるとこはあるかもしれないです。それが構想してる可能性はあります。それぐらいしか見ようがないです他は分かんないです。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。